軍が軍がは、日本の古代律令制度のもとで、軍の官人、軍事が政務を取った役所である。国府や駅と共に地方における、官賀施設で、工芸、偶家、軍下、工芸、氷のみやけと表記され、考古学では、軍賀、史上上、歴史学では、軍家と表記される傾向がある。軍賀施設は、軍事が、政務にあたる正殿、脇殿のほか、殿祖、 小税水庫島を保管する焦燥、宿泊用の建築などから構成される。国司の所在する国府から間接支配程度の統制が行われ、軍事は旧国像などの在地有力豪族であることが多い。国府が整備されるまでは、軍ががその地域の行政の中心であった。また、軍域が広域にわたる場合には、別院の政治的拠点が存在していたと考えられている。 群がは国府所在地と異なり、群が所在地割立軍事上や政治的変遷により移転していることもあり、その特定がなかなか進んでいない。近年は考古学における発掘調査の進展や基地の遺跡の再検討により、艦賀施設に関係する大型建築跡や、牧所土器、採取遺物、木管などの出土遺物により、多数の艦賀関係遺跡が発見されている。 これらの成果により、国府と軍が間、または軍がと軍河間を結ぶ古代の交通体系や旧世紀後半ごろ、国史の権限が大幅に強化され、受領化するとともに、軍事の権限は大幅に縮小され、全国的に軍賀が衰退したことが分かってきている。なお、1878年の軍区町村編成法によって編成された近代、明治、 大正期の軍の役所は、軍役所と称する。日立国の11軍があとは11軍のうちに不明を、除いて、大体否定されている。新井入り軍は、筑西市古軍、白壁軍は不明、真壁軍、桜川市真壁町古城、玄房寺、筑波軍は、筑波市平沢、河内軍は、筑波市金田台、篠田軍は不明、行方軍は、行方しない、鹿島軍は、 鹿島市上野向き、長郡は、三戸市、渡り、久治郡は、日立大田市大里町、薬谷町、高郡は、高萩市内、茨城郡は、石岡市茨城に否定されている。このうち日立国新張郡の群馬である、新張郡リ画については、古くから知られており、1941年、昭和16年から1943年、昭和18年に、発掘調査され、 古軍の大地上に五十一棟の建物群が確認されている。北部に二十五棟、西部に九棟、東部に十三棟、南部に四棟、西部に町や東部に不動層が配置されている。これら建物跡の平面型は大小が見られ、十二から十三メートル、九から十メートルの大きさも建物が東部で八軒、北部で七軒、南部で四軒で最も多い。 北部軍中には四十八十四メートルの東西棟がある。西部では同一のものはなく、十七十七メートル、片五軒と十四十四メートル、片島が見られる。これらの建物配置から、西部軍に住宅風の町や、クリアへと推測できる建物であり、後の三軍は二列から四列に規則正しく並び、小燥、不動燥、倉庫などと考えられている。 さらにこの群が後に隣接して、新井張廃寺跡、宇治寺イコール文々寺下、外洋跡、工房跡、末木釜跡などが確認されている。志田群がは、駿河国志田群の群がで、静岡県藤枝市南駿河台一丁目に所在する。別称を、御子谷遺跡という。この群がは、大井川の形成する、戦場地の北辺丘陵,陵地帯にあり、東、西、 南の三方を囲まれ、およそ130、120メートルほどの小さな八地形の中に位置している。1977年、昭和52年三小谷地区の水田地で、多量の遺構、板塀で囲まれた区画の中に掘った手柱立て群、井戸、門、道路遺構、地名、地田、官職名、大量などを記した269点の牧書土器、木管などが発見され、 地方漢画の可能性が出てきた。1980年、昭和55年10月、志田軍ガートとして、国の史跡に指定された。遺跡の建物群は、南北、東西に方位を揃え整然と配置され、西、東の2グループに分けられる。西半分には、規模の大きい東西等を中心に井戸を持つ広場や、南北等が近接しており、中枢部分であると推定されている。 東半分には倉庫、造車様の建物が密集しており、これを囲むように土塁城施設や杉板による板塀が設けられている。島城群馬は、摂津久島上郡の群馬で、大阪二月市川西町、西福寺町、群家新町に所在する。別荘は、群家川西遺跡である。1970年、昭和45年5月から翌年にかけての、 緊急発掘で、奈良時代の大型掘った手柱建物群が検出され、井戸の底から、神氷と記された、牧書土器、弾き数点が出土した。続いての範囲確認調査で、約3丁の群建域が想定され、1971年、昭和46年5月に、国の史跡に指定された。西側に、伝慶大天皇陵の今白塚古墳が存在する。世紀には、 軍がが成立し、10世紀後半頃には崩壊していったと推定されている。京都府城陽市の制度館外籍は、山城の山城国癖郡の軍がと推定されている。大規模な正殿が広場に面して立ち、何棟かの建物が立ち並び、築地米で囲まれている。8世紀の造営で9世紀前半まで存続した。広島県の軍形跡として、 唯一発掘調査で確認されたのが三次市にある市も、元屋遺跡である。東西54メートル、南北114メートルの区画内に、蝶屋、蝶野屋、福屋、荘野屋、向かい屋あり、倉庫群跡も確認された。奈良時代後半から平安初期までに4回の変遷があった。遺跡は大部分破壊されてしまっている。東三道。 東海道の結節点に位置する海国では4軍の軍ががお胸否定されており、東海道から海の国府を結ぶ環道である海維海の国府から駒軍がを経て、東山道を結ぶ電路を中心に、各軍と新、駿河、武蔵の軍がを結ぶ交通体系が存在していたと考えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。